Long time no see. 圧倒的軍事力を武器に天下掌握へと手を伸ばした覇王豊臣秀吉は関東攻略の一環として堅牢と名高き北条家の小田原城工場を開始した。これを知った伊達政宗は関東より北への侵略を阻止するため、そして己が天下を取るという野望のため豊臣軍の常駐する小田原を目指す。しかし、 秀吉の命にて伊達軍を迎え撃った石田三成に完膚なきまでに叩きのめされ、政宗は逃げるような帰還と奥州の弱体化を余儀なくされたのであった。そして時は過ぎ、成長した徳川家康が秀吉を倒し天下は再び乱世を迎えた。政宗は石田三成との決着をつけるため、 たぎる怒りを胸に、ついに進軍を開始したのであった。石田三成。政宗様。なんだ小十郎。予定通り、まずは乱れた奥州を治め、国力をつけることが肝心です。石田は徳川と並び立つ二中の一つ。今のままではこれを倒すことなど到底叶いませぬ。 徳川か。<笑>随分と偉くなったもんだぜ。遠く思えようともこれが最たる近道かと。ああ、分かっている。十分すぎるほどにな。そして政宗様、今一つ報告が。武田が 進軍を開始したもよう。ふん、しばらく落ち込んでいたかと思ったら元気を取り戻したようじゃねえか。それでこそ俺のライバルだ。面白くなってきたぜなあ小十郎。はっ。だったらそのパーリーに乗らせてもらうか。といたしますと。回りくどいことはやめだ小十郎。電光石火の大坂攻めだ。政宗様、 なんという無謀。いや、石田がより強力な国と結ぶよりも先に速攻を仕掛けるのも悪くはない。決まりだな。竜の刃は落雷と同じだ。守りに入ったらしまいだぜ。守らぬがために砕けた場合、いかにされるおつもりか。心配はいらねえ。なぜなら砕けるはずがないからだ。
負けの返上はさっさと終わらせるに限る。額にシワのこわもてはお前だけで十分だなあ小十郎。とりあえずの反論は後にいたしましょう。準備はよろしいか。障壁となる。煩わしい口縄の起こす最悪なの知るか。でも進んで強くなったか。面倒よな、荒れる三成を眺めるのが。不愉快だ。貴様の辣腕が気に障る。あんたに覚えがなくても俺にはある。それで十分だろ。横一列に並べ。でもって突っ走れ。私もまた力をたっとその結果がこれだ。秀吉様の残された力の象徴が。貴様この針を打ち込んでやろう。苦しいよ。
国に帰るはずではなかったのか。やった、呼吸ができるぞ。自由にしたやつを恨みな。ご存知のはず、自信と無謀の危うさを。遮らねば、七つ星の天童がそう告げた。さらに来よ、我のもとへと引き取りに来せ。一度は二度突破していい気になるな。待ちと見せ、苦しむ様を我に見せ。無限の呪いか。大元はどこにある。出戻るな。土産に病を帯びて行け。無謀となれ。私の前で裏を見せるな。はは。やれ、これで企てが一周分ほど裏返った。これでまたやり直しだ。むしろ罪なものよ。見やれ、迫り来るあれを。主にも分かろう。我には分かる。さあ、あれが降るまで我に付き合え。主が勝ちを欲しるか、我が欲しるか。主もとことん懲りぬ者だ。諦めるほど追い詰められてもいないんだよな。とはに変わらず主の負け。それでよかろう。息を潜めれば三成も見過ごすぞ。あんたも見かけによって鈍い男だな。
手応えがねえな。あんたの軍の力はこんなもんか。血の雨よ、降り注げ。氷雨となって、あの日の私を射抜いて殺せ。さもなくば一層私を狂わせろ、秀吉様。あの者を斬滅する許可を私に。煩う者も、貴様は一体何がしたい。おっと、言ったはずだぜ。理由はない。あと一歩で家康をえぐるというこの時に、貴様は何も分かっていない。悔しければ生き延びて復讐してみな。その時はあんたのことなど忘れてるだろうがな。秀吉様、まだ許可を得ていないのに。ま、こんなもんか。通過点としちゃ上出来だ。五十郎！はっ！真田幸村の様子はどうだ？はっ！報告によりますと、遠路はるばる九州まで赴き、鬼島津殿の助言を得、武田復興に向けて全力を尽くしている模様。九州か。相変わらずデタラメな男だな。古きを受け継ぐため、真田は鬼島津殿を訪ねたのでしょうか。古いものはいつか消える。だが、未来に持っていくのは悪くねえ。要は受け継ぐべき奴がつまずいていちゃ話にならねえってことだ。次は天下統一だ。古きも新しきも全て受け取って、この俺が天下を治める。山場は越えた。ここからが本番だ。北と南、どちらに進みましょうか。